はいそれでは本日は一級建築施工管理技士の学科試験平成27年問い60番施工管理法品質管理図について解説していきたいと思います問題はえ番組タイトルの下の説明欄に記載されておりますのでそちらからご覧ください次の管理図のうち工程が最も統計的管理状態であると判断されるものはどれかなお図において UCL は情報管理限界 LCL は下法管理限界 CL は中心線を示すすという問題になりますえこの問題なんですけども、えー、図の問題になるので、ちょっと図は下の番組タイトル下の説明欄に書けないので、こちらに、えー、全部書かせていただきました。えー、答えから言うと、えー、答えは1番になります。この、えー、統計的な管理状態にあるものとされているものに関しては、これはですね、まあ、うまくばらけているかどうか、うまく点がばらけているかどうかというのが、まあ、結論になります。まあ、うまくですね、ちょっとこれが一番わかりやすいので、これですね。すいません。えー、この、この中でですね、うまく 点がが分かかれれてていいいるものがどれかというもののどとうになりまます。す。つつず説明しき結果から言うと1番が正解にはなるんですけどもなぜ1番が正解かというとですねこれ一応点が15個あります15個のうち、まあ、下の欄にあるのは7個そして上の欄にあるのは8個ということで、まあ、平均的にばらけているので効率が正解となりますそして2番に関してはですねこの上に合計14個で上に13個そして下に1個という形で上にあまりにも偏りすぎているためこの2番に関しては間違いです そして3番ですね。これに関しては、えー、点が11個で、えー、上に4個、えー、真ん中に1個、そして上に6個という形になります。平均的なんですけども、まあえー、数値がどん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 ん上昇していっているため、このままいくともっともっと上に上がっていってしまうので、まあうまけてはえー、うまくばらけてはいないということで、この3番は間違っているという流れになります。そして4番に関しては、これはもう管理表よりも、えー、極、曲 曲下にあったり曲、まあ、曲上というか、めっちゃ上にあったり、めっちゃ下にあったりするので、まあ、このばらつき範囲が幅が広いということですね。めっちゃ上に1個、そして上に5個、下に7個、めっちゃ下に1個と、合計14個あるんですけども、かなりばらつきの幅が広いので、まあ、これは、えー、この統計的管理状態にあるとは判断されません。なので、えー、今回の問題に関してはこの4番は間違っています。以上のことから今回は1番が、えー、うまく平均的にばらけているので、こちらに関しては、えー、は 統計的管理状態に判断されるものになりますので1番が正解となります。